おはようございます。8月26日金曜日、新聞コラムの音読を行います。アメリカ大リーグの不安で、バンビーノの呪いを知らない者はいない。1918年のワールドシリーズを制したのは、ベーブ・ルースを拝するレッドソックスだった。ベーブ・ルースを擁するレッドソックスだった。本人はホームラン11本、投手としても13勝を挙げた。翌年も二刀流で活躍したものの、年俸交渉が決裂、球団はヤンキースに放出してしまう。バンビーノの愛称を持つルースは打撃に専念するようになり、野球の神様と称される。一方、レッドソックスの成績は下降線をたどった。呪いが解けてワールドチャンピオンに返り咲くのは86年後の2004年である。ルースの偉業から104年ぶりに2桁勝利、2桁本塁打を達成した大谷翔平選手、28が所属するエンゼルスも呪いにかかっていたようだ。5月から6月にかけての14連敗である。オーナーのモレノ氏は本拠地のあるアナハイム市から球場の不動産を購入するはずだった。ところが、売却をめぐって当時の市長の不正が発覚する。連敗が始まったのは契約が白紙に戻った翌日からだ。地元紙は辞任した市長の狙いと書き立てた。それも理由の一つらしい。球団売却の意向を発表した。新しいオーナーのチームに大谷選手の姿があるのか、移籍を選ぶのか、去就が注目されている。実現すればルース以来の大物の到来。ニューヨークのメディアが期待するヤンキースをはじめ、資金力が豊富な数球団が候補に上がっている。なおエンゼルスは敗れましたという言葉はすっかり定着した。大谷選手の投打にわたる奮闘をチームメイトが帳消しにする試合があまりにも多い。プレーオフ進出が見込めるほどの実力があり、しかも二刀流に理解がある。そんなチームで躍動する姿が見たい。令和4年8月26日金曜日、産経妙の音読を終わります。今日の産経妙の表題は次のように決めました。アメリカ大リーグ、エンゼルス、悲喜こもごも。です。バンビーノの呪いって初めて聞きました。私あんまり野球不安でないですので。それにしても86年後の2004年にワールドチャンピオンになった。それでも86年以上も球場が残ってるという、球団が残ってるというのもすごいですね。大谷選手もどうなることか、先行き注目したいと思います。世の中にはいろいろな呪いがあるようです。呪いにかからないように
注意しましょう。はい、以上です。